上古中国語、または上古看護とは、紀元前15世紀頃から3世紀頃の中国語である。最も古くまで遡ることができる中国語の段階であり、現代の中国語諸言語の祖先である。中国語の最初期の記録は、紀元前1250年頃、陰講期の甲骨文字で書かれた予言碑文である。金文は、次の州時代によく見られる。 衆時代の後半には、論語、模試、春秋差し伝などの四書五教を含む文学が開花した。これらの作品は、20世紀初頭まで中国語の文語のモデルであったため、後期上古中国語の語彙と文法が維持された。上古中国語は、甲骨文字、金文、天書体などの漢字の初期の時代で書かれている。上古中国語の前期間にわたって、これらの文字と、 単音節及び単形体素の語は非常によく一致することから、これらの文字の大半は音声に基づいて生み出されたと考えられている。詳細は不明だが、ほとんどの学者は、ソリジタ音と公外阻害音がないがある種の初期シーンクラスターがあり、無整備音と流音があるという点で、上古中国語が中古中国語とは異なることに賛同している。 最近の最高では、上古中国語を無音説言語とされるが、音説末にシーンクラスターがあり、それが中古中国語で成長の区別に発展した。ほとんどの研究者が上古中国語の語彙の核は、シナチベット語族に由来すると考えている。州時代には固有の単音説語の複合語化と上語化によって、複音説語が増えていったが、単音説語が優勢であった。 中古中国語や現代中国語と異なり、上古中国語は語とその語感の意味関係を示している抑揚によって特徴付けられる語形態を膨大に有していた。名詞の動詞、他動詞と字動詞の変換、詞役動詞の形成など、いくつかの節字が特定されている。現代中国語と同様、代名詞の格と奇数法は陰と周の初期に存在していたようだが、 古典中国語の時代にはすでに消えていたようである。同様に古典中国語の時代までにほとんどの形態的派生は非生産的または痕跡的になり文法的な関係は主に個人と不変化詞を使用して示されるようになった。上古中国語に区分する時代は研究者によって異なる。一部の学者はイン論の証拠文書が残っていることから その時代を終初期に限定している。多く研究者は、週の前期間を含み、陰講期に確認される最初期の文書記録も含むことが多い。旗、漢あるいはそれ以降の時代を含む場合もある。その後の中古中国語は、旗の統一後、随王朝と節印の音印体系までに始まると考えられている。この最古層の祖先は、 上古中国語時代の終わりの官房長の時代に、他の中国語系書言語から分かれたと考えられる。小名市、P298、中国語学概論改訂版、P13 から14を占い科、市北達彦、法三部議編著するが大出版社2004年4月10日、初版発行台安度ちゃん。 ピアニッシモ、225-233、バックスターサガート、P33、パーリー・ブランク、エド・ウィンチ、モルフォロジー・イン・オールド・チャイニーズ、ジャーナル・オブ・チャイニーズ・リングイスティックス28、26-51、ジェイスター2375万4003、ワン、LI、1900-1986、王力、1900-1986、ハンユシ、GAO、北京、 ズーン・グウォ・シュジュ、ピアニッシモ、302-311、ISBN71 30, 億101万5530億9703万 714? ありがとうございます。